エンジンルーム見ていきます。綺麗なエンジンルームですね。まずですね、オイルクーラーがついてます。ここからダクトが伸びて、ここにですねオイルクーラーがついてますね。であとは、タワーバーとか、ブリッツの車庫調がですね、アッパーマウントのところで減衰力調整、そして、キャンバー調整できるような、そんな感じのものがついております。こんな感じで、なかなか綺麗なエンジンルームですね。こんな感じになっております。はい、ではエンジンかけてみます。はい、エンジンかけてみました。もうかかりもスムーズですね。全然変な音とかはしてないですね。こんな感じです。エンジンの振動とかも至って普通な感じですね。はい、距離少ないんで特段何の問題もないかなといった感じです。以上です。